怪獣は現在霧山市街の中心を中心に、怪獣が読みがえる。街頭地域の信じられないよな、幽霊。なぜ奴らはお前を戦う？なお、怪獣はさっきの地球侵略で用いられたものと同一個体と見られていますが。 なぜ死んだはずの怪獣が自らの首を引きずり現れたのか、政府内でも見解が錯綜しており。